築地市場は東京都中央区築地にある公設の卸売市場。東京都内に11カ所ある東京都中央卸売市場の一つだが、その規模は日本そして世界最大である。おはようございます。皆さん、おはようございます。今ね、こんな暗いですけども、何だか知ってますか？今 Yes。 なんでこんなところに今日来たかというと、今日はですね、この後築地の方に向かうんですけど、 JJ をゲットしに行くわけですよ。皆さん、 JJ JJ って何？発祥菓子だ。 JJ はカニの超大きいやつ。カニなの？テンション上がった？テンション上がっちゃった。ゲットしに行っちゃいましょう。発泡スチロールがありすぎて、発泡スチロールワールドですよ。あー、すごい。何でっか。声でかくなっちゃった。世界ですよ、これ。今、引かれるとこだった、今、おじいさんに。お肉みたい。ねえ。やばいやばい。怖いよ。怖いよ。どうやった？自分のお腹まで来たよ、彼。事故る事故る事故る。カニの感じ。すごい。何？4分の1？ すごい綺麗。やばい、飛ばされてる。ここで見てみると、こいつが一番でかく、でかいカニですよ、これきっと。これは何Lなんでしょうか。聞いても大丈夫です。だから、やっぱり大きなと4キロぐらい。まあ、ねえだろうな。ねえだろうな、だって。2016年これにかけて生きてきたのに。4.7 キログラム。何Lなんだろう。いるんならもらってやるけど。4.7 もらう。4.7 って何エル？あー、すげえエルだろ。すげえエルだって。すげえエル、すげえエルだが。もしもし、すげえエル。すげえエルとはどのぐらいだったの？今までこれぐらいの国いました？今まで。いや、やんと思うけどね。だけめったり上がんないよ。海から海行けば会えるかな。行ったらダメよ。お疲れ様です。ということで、見れば景色はこんなにも明るくなって、はい、JJ 探しの旅、なんと今日は、はい、見つかりませんでした。
オーマイゴー JJ ね、見つからないどころか、はい、JJ って何って言われるんだよ。でもなんかね、とあるおじさまが大きいカニが入ったら、うん、それを連絡して教えてくれるということなので、こっからどっからどっぐらい、こっからここまでのカニ、このぐらいの大きいカニをもし仕入れてくれたら、なんと連絡してくれそうなので、楽しみや。次回に乞うご期待です。